スカラはフランスの自動車メーカー、ルノーが発売していた小型セダン。生産は初代がルノー傘下の韓国、ルノーサムスン不産工場で、2代目がインド・タミル・ナード州のチェン内近郊にあるルノーと日産自動車の合弁会社にて行われた。初代は2010年に韓国で発売されていた SM3CE をベースとして新興国向けに発表された。 二代目は急成長するインド市場にターゲットを絞り、中国版サニーをベースに、マハラシュトラ州ムメンバイにある、ルノーデザインセンターで開発されたものである。2010年4月初代 SM3 をベースに発売を発表。メキシコ、コロンビア、エジプトで販売された。SM3 とは、フロントグリルとエンブレム類が異なる程度で、各種メカニズムは同一である。 2012年8月27日発表、同年9月、インドにて発売開始。2代目日産ラティオをベースに、パルスと共通のイメージのフロントマスクと、専用デザインのリアコンビネーションレンズを与えられている。グレードは、X、RXL、RXZ の3種で、RXL には、X の装備に15インチアルミホイールや、フルオートエアコンなどが、 RXZ はそれらに加えて、スマートアクセスキーシステム、プッシュスタートボタン、本比較ステアリングなどが備わる。なお、エアバッグについては、フロント両席標準装備が基本だが、X は運転席のみである。エンジンは 85PS を誇る1.5リットル、直列4気筒のコモンレール式ティーゼル K9、K 型と 99PS を誇る1.5リットル、 直列4気筒のガソリン XH 型が用意され、当初は共に組み合わされるトランスミッションは 5MT のみで、AT と CVT の設定はなかったが、追ってガソリン仕様にのみ、ジアと個性エクストロニック CVT も設定された。2015年には販売不振により一時的に生産調整されたが、2016年より生産を再開したものの、その後も需要は低迷し、 2017年10月には、すでに生産を終了し、2018年3月までに販売を終了していたことが明らかとなった。初代2代目、ありがとうございます。